ました新製品ジリオン。どんな感じなんだろう。なんかメタニウムとかアンタレスに似てますね。巻き感はとんでもなくいいですね。クラッチもしっかりしてていいぞこれ。クリックオンもバッチリ。果たしてトラウトフィッシングに使えるのでしょうか。北海道はすっかり元宝になりました。ルアーはダイワのスモラバにスパテラ4インチ。そいや、おう、34杯ですが5グラムぐらいなら殴れますね。そして SV ブーストで飛距離が伸びますね。これ巻きもカルコンみたいにシルキーでいいですね。おいおい、もうガイド凍ったぞ。ちなみに噂の4ですが、私のジリオンにはないですね。クイックイクイックイ。来た来た。よっしゃ、どうしよう。やった。どうしよう、ランディングできない。岸が凍ってて、こりゃランディング難しそうですね。あ、でけえじゃん。あ、でけえ。あ、でけえ。すごい。強烈な引き。これはニジマスですね。お、でっけ。やばやったけど、これ仕留めたい。ランディングが安易な凍ってない反対の岸に移動します。やったもうちょっとだから。あだ、よっしゃ、でけえよ。これまたでかい初物が来ましたね。でけえよ。よし、分かっちゃうぞ、もう。水につけてっと。よし、くだい。今年の初物がランカーサイズ 60.5 センチ。一番最初にボス来ちゃった感じしますね。これは。そしてアクシデント発生。
寒すぎてリールが凍ってしまいました。カチカチやカチカチや。カチカチや、ほんと。あ、もうカチカチや。カチカチ動かねえ。ということで出張は終了になります。無理かな。ご視聴ありがとうございました。